この項目は野球においてその名にワールドと関する2つの大会世界最大のプロ野球リーグであるメジャーリーグベースボールの優勝決定戦ワールドシリーズとナショナルチームによる世界選手権ワールドベースボールクラシックの両方で優勝を経験した選手を一覧にしたものであるここで言う優勝を経験とはそれぞれの大会において 出場選手登録に名を連ねた状態で所属チームが優勝したことを指す。よって、試合出場の有無は条件に含めていない。両大会制覇を達成し得る選手は2006年3月以降に現役であり、かつ MLB 経験を有する者に限られる。2017年3月の第4回 WBC 終了時点で、両大会制覇を経験した選手は13人だった。 2020年のワールドシリーズ終了時点では、その数は5人増えて18人である。2015年のワールドシリーズ開幕前のセレモニーの様子。外野全体を覆い尽くすように、アメリカ合衆国の国旗が広げられている。ワールドシリーズは1903年に創設された。19世紀のアメリカ合衆国北東部、中西部では、ナショナルリーグが、 同国最大のプロ野球リーグとして君臨していた。それに対抗する形で1901年にアメリカンリーグが創設されると、この2リーグは選手の引き抜きや観客の奪い合いなどで激しく競合した。しかし両者は1903年1月、一転して協調路線を取ることで合意した。これがきっかけとなり、同年10月に両リーグ王者による 初の直接対決が行われた。これが現在まで続くワールドシリーズの第1回である。この2リーグからなる MLB は、かつては最西端の球団本拠地都市が中西部ミズーリ州にあったが、1958年に2球団が西海岸のカリフォルニア州へ移転し、本土全域にまたがるリーグとなった。さらに1969年には、 北の隣国カナダに球団が創設され、1990年代以降は、アメリカ合衆国やカナダ以外の国で公式戦を開催するなど、市場を世界に広げている。MLB の拡大、国際化は、試合の開催地だけではなく、選手の顔ぶれにも当てはまる。第1回シリーズ開催当時のアメリカ合衆国では、人種差別が、 日常的に行われており、MLB も選手は白人に限定されていた。アフリカ系アメリカ人などの有色人種は排除され、彼らは独自のリーグにグロリーグを運営していた。しかし1947年にジャッキー・ロビンソンがデビューしてからは、技量に優れた有色人種の選手が次々と MLB 入りを果たした。1965年にドラフト制度が導入され、 アメリカ合衆国内のアマチュア選手獲得に1、球団への独占交渉権付与という制限がかかるようになると、各球団は海外、特に野球の盛んなラテンアメリカの選手をたがいするようになった。1995年には、野茂秀夫がデビューし、これをきっかけに、日本や大韓民国など、東アジアのプロ野球リーグのトップ選手が、FA や、 ポスティングシステムなどを利用して MLB 入りするようになった。2017年シーズン開幕時点で全39団の25人ロースターや故障者リストなどに入っているメジャーリーガー868人のうち29.8%に当たる259人がアメリカ合衆国以外の国、地域生まれであり、その国、地域の数は18に上る。 野球の MLB だけでなく、バスケットボールの NBA や、アイスホッケーの NHL など北米4、大プロスポーツリーグに共通する特徴として、優秀な選手が世界中から北米リーグに集まる流れが確立されているということがあるため、その競技においては、北米リーグでの優勝、野球ではこのワールドシリーズの制覇が実質的な世界一ということができる。その一方で、 MLB 球団しか参加できない大会がワールドシリーズを名乗ることに対する違和感の表明や批判もある。例えば2015年10月には孫正義が自身がオーナーを務める福岡ソフトバンクホークスの日本シリーズに連覇を受け、なんでアメリカで優勝したら世界一と言われるのか、それを決めるシリーズがワールドシリーズと呼ばれるのかわからない。 日本の優勝チームとアメリカの優勝チームで真のワールドシリーズをするべきだと発言している。ワールドシリーズは世界最大の野球大会でもある。経済誌、フォーブスの2017年10月の発表によれば、ワールドシリーズのブランド価値は金額にして1億2400万ドルになるといい。これは全世界のスポーツイベントの中で10番目、野球大会としては最高である。 2013年の WBC 決勝戦開始前のセレモニーの様子。外野には出場各国の国旗が並んでいるワールドベースボールクラシックは2006年3月に第1回大会が開催された。当時のナショナルチームによる国際大会としては国際野球連盟主催のワールドカップやインターコンチネンタルカップが存在していた。しかしこれらは いずれも当初はアマチュア向けの大会として創設されたものだった。1990年代後半に入り、これらの大会へのプロ選手参加が解禁されたものの、MLB はマイナーリーグの選手しか出場させなかった。また、野球は夏季オリンピックにおいても、1992年バルセロナ大会から実施競技となっていた。しかし、こちらでも MLB の対応は、 同じだった。国際オリンピック委員会は世界のトップ選手であるメジャーリーガーが参加しないことなどを理由に2005年7月の総会で野球を実施競技から除外することを決めた。MLB はその総会直後のオールスターゲーム開催に合わせメジャーリーガーが出場する初の国際大会として WBC 創設を正式に発表した。大会はアイブフではなく MLB 機構と選手会の主導で設立された運営会社が主催し、16の国、地域が招待されて、第1回大会に出場することとなった。日本野球機構やキューバ代表など、非 MLB 系列組織の大会参加が一時は、危ぶまれたが、関係各所との接触の末に出場することで、決着した。主要国の代表チームには、 デレクジーターやアルバートプホルス、ヨハン・サンタナニ・イチローなど、これまでオリンピックやワールドカップには出ていなかった MLB のスター選手たちが名を連ねた。こうして挙行された第1回大会は一定の成功を収め、3年後の2009年3月には第2回大会が行われた。それ以降は4年に一度の周期で開催が続いている。第3回大会からは、 予選が導入され、前回大会の一時ラウンド再開4チームと、新規参加12チームの計16チームが、4つの本大会出場枠をかけて争うこととなった。これを受けてアイブフは、WBC を世界選手権大会として正式に認定し、WBC は、明日ともにナショナルチーム世界一決定戦となった。ただ、野球以外のスポーツ界では、 WBC を世界選手権というより、MLB の指摘大会とみなす風潮が根強い。また、故障への懸念や、それに伴う保険適用の問題のため、特に故障の危険性が高い投手を中心に、WBC 出場を辞退する選手が多いのも、課題である。2016年のワールドシリーズで優勝した、シカゴカブス。優勝に要した、試合数は、 4月4日のシーズン開幕から11月2日のワールドシリーズ最終戦まで213日間で計178試合に上ったワールドシリーズを制覇するにはまず MLB のレギュラーシーズンで優秀な成績を収めてポストシーズン進出権を獲得しさらにそのポストシーズンを勝ち進んでいかなければならないレギュラーシーズンは3月下旬から4月上旬頃に開幕し 9月下旬から10月上旬頃に閉幕する。この6ヶ月の間に1球団あたり162試合を行う。MLB の全3 9球団はナショナルリーグとアメリカンリーグの2リーグ25球団ずつ、さらにリーグ内でそれぞれ東、中、西の3地区に5球団ずつが分かれ、同リーグ同地区内の対戦を中心に日程を消化していく。そして、 地区優勝6球団と、それ以外で、勝率上位2球団ずつのワイルドカードの、計1 0球団が、ポストシーズンへ駒を進める。ポストシーズンでは、まず、ワイルドカード球団同士が1試合の直接対決、ワイルドカードゲームを行う。そしてその勝者と、地区優勝球団が、2組ずつに分かれて5戦3勝制の、ディビジョンシリーズで対戦する。 その勝者が今度は7004勝制のリーグチャンピオンシップシリーズで争い、これに勝利した球団がリーグ優勝のタイトルとともにワールドシリーズ出場を果たす。ワールドシリーズも7004勝制で行われる。そのため優勝には最少でも162プラス3プラス4プラス4イコール173試合。 最多だと162プラス1プラス5プラス7プラス7イコール182試合をこなさなければならない。ポストシーズン全日程終了には1ヶ月かかり、レギュラーシーズンと合わせると、ワールドシリーズ制覇までは7ヶ月の長丁場となる。WBC の本大会は、16カ国、地域のナショナルチームによって3週間ほどの期間で、争われる。 出場チームは4チームずつが4組に分かれて、まず1次ラウンドを戦う。ここで各組の上位2チームずつ、計8チームが2次ラウンドへ進出する。2次ラウンドでも、同様に4チームずつが2組に分かれ、上位2チームずつの計4チームが決勝ラウンドに進出する。決勝ラウンドは一発勝負の勝ち残り式トーナメントで行われ、負けたチームはその時点で敗退が決まり、 準決勝決勝と2試合に連勝したチームが優勝となる。WBC 優勝に必要な本大会の試合数は一時二次ラウンドの形式によって変わってくる。もし第1回大会のように総あたりのリーグ戦を採用するのであれば8試合、第2回大会のようにダブルイルミネーション式トーナメントを採用するのであれば8試合から10試合となる。第2回大会では日本と 大韓民国が決勝戦を含む9試合中5試合で対戦するという事態が発生したが WBC において1大会中に同じ相手と3試合以上対戦するということはそう多くはない野球というスポーツはあまり短期決戦向きとは言えない MLB のように各チームの実力差が一定の範囲内に収まった環境下で長いシーズンを戦えば 優勝球団でもある程度は負けてしまうし、逆に最下位球団でもある程度は勝つことができる。例えば、MLB で100勝62敗、勝率617という成績はかなりの好結果と言える。勝率700超えとなると、100年以上の歴史の中でも7チームしか達成していない異業である。これに対し、アメリカンフットボールの NFL では、 シーズン12勝4敗、勝率、750という成績は、まあまあ、上出来とは言えても MLB におけるシーズン100勝ほどの意味は持たない。第二次世界大戦後の MLB で勝率、720以上はたった一度しかないが、NFL やバスケットボールの NBA では、この勝率を達成するチームが、毎年複数出てくる。また、 MLB のシーズン最多敗戦記録を持つ1962年のニューヨークメッツですら40勝120敗の勝率。250なので4試合に一度は勝っている計算になるが NBA では勝率。106でシーズンを終えたチームがあるし、さらに NFL の歴史には全敗チームまで存在する。ファングラフスによれば MLB では最低年俸で雇えるような選手だけを集めて シーズン162試合を戦っても48勝は期待できる。こうした特性を持つスポーツにおいては試合数が少なくなればなるほどチームの実力よりも運や偶然の方が結果に影響を及ぼす割合が大きくなる。特に一発勝負ともなれば、例えば敗退のかかった試合で打球がことごとく野手の正面をついてしまい、 アウトを積み重ねたまま試合が終わってしまうようなこともあり得る。そのため WBC 創設当初から少なくとも3戦2勝のできればワールドシリーズと同じ7戦四4勝のシリーズ制を導入するべきだとの意見は少なからず存在していた。ただ、その7戦四4勝制シリーズを導入している MLB のポストシーズンも実力が結果に正しく反映されているとは言い切れない。 ハーバード大学の2013年9月の研究によれば、レギュラーシーズンで勝率の高い球団が順当にワールドシリーズを勝つ可能性は勝率上位8球団にくじを引かせた方が現行のポーストシーズンによりマシなのだという。ロビンソン家の2006年の第1回 WBC で決勝戦に進出したのは日本とキューバの2チームだった。 それまで国際大会に参加したことのないようなメジャーリーガーが WBC には数多く出場したが決勝戦まで勝ち進んだメジャーリーガーは両チームを合わせても日本の一郎と大塚明則の二名しかいなかったワールドシリーズと WBC の両大会優勝達成者第一号は一郎でも大塚でもなく松坂大輔である当時の松坂は 日本プロ野球の西武ライオンズに所属していたが、翌2007年に MLB のボストンレッドソックスへ移籍し、1年目から先発ローテーション入りして、同年のワールドシリーズ優勝を経験、WBC との両大会優勝を成し遂げた。松坂は2009年の第2回 WBC にも出場しており、そこで記者から WBC 出場とワールドシリーズ出場を比べてみると、 と聞かれると、どちらもとてもエキサイティングで、独特な意味合いを持つものですと答えている。第2回 WBC で日本は大会連覇を果たしたが、この優勝メンバーでは、ワールドシリーズ優勝も経験したのは松坂しかいない。一方、第1回 WBC の優勝メンバーでは、松坂の他に、上原浩二も、後に両大会優勝を達成することになる。二千十三年の、 第3回 WBC ではドミニカ共和国が初優勝した。同国はメジャーリーガーの一大供給国であり、2012年シーズン開幕時点での同国出身メジャーリーガー数95人はアメリカ合衆国に次いで2位、同年のワールドシリーズで25人、ロースター入りした同国出身者数も9人でアメリカ合衆国に次ぐ2位体である。 WBC 代表のチーム構成を見ても、日本は NPB 選手が多数派だったのに対して、ドミニカ共和国はほぼ全員がメジャーリーガー、または MLB 参加マイナーリーグの選手だった。ワールドシリーズ制覇を経験済みで WBC 初優勝を目指す選手も過去に大会の日本にはいなかったが、ドミニカ共和国にはロビンソンカノーをはじめとして3人おり、 彼らはそのまま松坂に次ぐ、両大会制覇第2.34号となった。そのうちサンティアゴ・カシーヤは、ワールドシリーズと、その直後の WBC を連続で制した、史上初の選手となる。カノは、野球人生最大の栄誉は何かと問われて、ワールドシリーズで勝つのも、WBC で勝つのも、あるいはオールスターも、どれも格別な思い出だし、どれも違った感じがした。 比べるなんてできないよと述べている。2017年の第4回 WBC で優勝したのはアメリカ合衆国である。この優勝で新たに5人が両大会優勝の達成者となった。そのうちの一人であるブランドン・クロフォードは WBC 優勝直後の記者会見でワールドシリーズ優勝との比較を求められると WBC はオールスター級の選手が集まって チームを組む、もっと楽しいもの、それはそれで素晴らしく、絶対に忘れない経験としつつも、WBC と MLB シーズンの長さの違いに、言及して、両者を、違うものだよ。全く違うものとしている。また、同年のワールドシリーズにヒューストン・アストロズが、進出したため、ルーク・グレガーソンとアレックス・ブレグマンは、WBC で優勝した年にワールドシリーズの25人。 ロースター入りする史上初の選手となり、アストロズの優勝で二人は史上14.15人目の両大会優勝達成者となった。しかも二人が WBC 優勝とワールドシリーズ優勝を決めた、球場は同じドジャースタジアムというおまけ付きだった。ヤディアーモリーナ2006年の第1回 WBC ではキューバが準優勝した。 同国は1959年の革命を経て社会主義国家し国内リーグや代表チームは政府によって運営されるようになり選手は国家公務員となったそれに対してアメリカ合衆国はキューバとの国交を断絶して経済制裁を課したこれにより MLB 球団はキューバの国家公務員である野球選手と契約を結ぶことができなくなり キューバ人選手が MLB 入りするためにはキューバから亡命することが必要になった。第1回 WBC 準優勝メンバーのうち、後に亡命して MLB 入りした選手はアレクセイ・ラミレスやユニエスキ・キマヤなど複数いるがワールドシリーズ優勝を経験したのはユリエスキ・キグリエルのみである。2009年の第2回 WBC で準優勝したのは大韓民国である。 この国も日本やキューバと同様に WBC 代表チームは国内リーグの選手を中心に構成されているためメジャーリーガーの数は少なくまた第2回 WBC 準優勝メンバーでワールドシリーズ優勝を経験した選手はいない。近日の絵県は2001年のワールドシリーズで優勝を経験しているが WBC では第1回大会での準決勝敗退が 最高成績である。第2回 WBC では練習拠点のアメリカ合衆国ハワイ州から代表チームに合流しようとしたがパスポートを紛失してしまい出場事態に追い込まれている。第3回 WBC と第4回 WBC では2大会連続でプエルトリコが準優勝した。プエルトリコはアメリカ合衆国の海外領土であり、 WBC 代表チームもメジャーリーガー、または MLB 参加マイナーリーグの選手が多数を占める。ヤディアー・モリーナはセントルイス・カージナルスで2006年と2011年のワールドシリーズで優勝しているが、とにかく WBC で優勝したくて仕方がない。WBC で勝つことが俺にとってのすべて少なくとも同じくらい重要だ。 故郷のために戦うんだから感情だって湧き上がってくると WBC への思いを述べている。ネルソン・クルーズネルソン・クルーズはドミニカ共和国で2013年の第3回 WBC を制した。MLB においては2006年から2013年までテキサス・レンジャーズに所属しており、ワールドシリーズには2010年2011年と続けて出場した。 レンジャーズは2011年のワールドシリーズでセントルイスカージナルスと対戦し、あとストライク1級でシリーズ優勝という場面を作りながら、そこから逆転されて敗退している。レンジャーズの3勝2敗で迎えた第6戦、レンジャーズは7から5と2点リードで9回裏に入り、1、2塁と同点の走者を背負いながらも、打席のデビットフリースを1ボール2ストライクに追い込んだ。 しかし4球目をフリースが弾き返すと、打球は右翼シクルーズが交代しながら差し出したグラブの先を抜け、同点3塁打となった。この時クルーズは、頭上を起こされる長打だけは避けなければならない状況にも、かかわらず、3人の外野手の中で1人だけ守備位置を深めに取っていなかった上、打球への反応や追い方も遅いという、つたない守備を見せていた。クルーズは、 WBC 優勝について、WBC は真のワールドシリーズ、実際に世界各国を相手にするシリーズなんだ。俺たちは本当のワールドシリーズを勝った。だから俺もワールドシリーズチャンピオン。と話している。第4回 WBC の一時ラウンド C 組では、アメリカ合衆国とドミニカ共和国が対戦し、ドミニカ共和国が7の5でアメリカ合衆国を下した。 この試合は8回表終了時までアメリカ合衆国がこの3でリードしていたが8回裏にクルーズがアンドリュー・ミラーから3点本塁打を放ちドミニカ共和国が逆転勝利を収めたこの敗戦にもかかわらずアメリカ合衆国が優勝を果たしたことでミラーもクルーズと同じく WBC 制覇を経験しながらワールドシリーズでは優勝に あと一歩届かなかった選手の一人となる。ミラーは、クリーブランド・インディアンスの一員として、2016年のポストシーズンでは10試合19.1イニングを投げ、防御率1.240と高騰していたものの、ワールドシリーズ最終第7戦では2失点を起きし、優勝はならなかった。この年のミラーは、レギュラーシーズンと合わせると80試合93.2イニングを、消化しており、 翌年の WBC 参加となるとオフが短くなって故障の可能性が高まるためインディアンスは懸念を抱いていた。しかしミラーは最優先事項はインディアンスのシーズンだとしつつも個人的には母国の名前が入ったユニフォームを着る機会が得られてとても興奮するね。それに WBC 代表監督は自分の MLB デビュー時にも監督だった。 ジムリーランド出しと出場を決め、優勝を果たした。この一覧に載っているのは、ワールドシリーズ優勝球団の一員としてその年の、レギュラーシーズンの試合に少なくとも1試合は出場し、さらにシリーズ優勝時点でその球団と、契約状態にあったにもかかわらず、シリーズの出場選手登録からは、漏れた選手たちである。ありがとうございます。